テトラヒメナにおけるベータチューブリンの分布 GFP 標識高ベータチューブリン抗体で染色したものチューブリンは真核生物の細胞内にあるタンパク質であり微小管や中心体を形成している微小管にあることから生物学者の毛利秀夫により命名されたチューブリンにすべきかトゥーブやラリンにすべきか迷ったが後者は日本人にとっては 響きが悪いという意見があったためこのように命名されたとのエピソードもある。チューブリンには分子量約5万のアルファチューブリンとベータチューブリンがあり、これらが1個ずつ結合したチューブリンダイマーが直線上に重合し微小管のプロトフィラメントを構成する。このプロトフィラメントが感情に11から16本程度結合したものが微小管である。チューブリンは GTP 結合タンパク質であり、GTP の結合、加水分解により微小管の伸長と短縮が調節される。また中心体にはガンマチューブリンがあって、微小管形成において重要な役割を演じている。チューブリンはコルヒチンやタキソールなどのターゲットである。コルヒチンは微小管の乖離を促進し、タキソールは逆に、 微小管を極度に安定化させて正常な細胞分裂を阻害する。原核生物にはチューブリンと似た分子構造を持つ FTSZ が見出されており、このタンパク質も繊維状構造をとることが知られている。FTSZ は深核生物にも存在し、一部の細胞小器官の分裂に関与している。モーリー H、アミノ、アシットコンポジションオブチューブリンコンスタテューティング。 マイケロトゥービュールズオブスパームフレジェラ。ネイチャー217、1053から4、プミド4296,139。ありがとうございます。